だね。この時代の世の中ってこんな感じなんだね。へんてこの建物だらけ、なんかすげえとこだな。たまに悟空出るよなお前な。思ってたよりもずっと華やかなところだね。とんでもないとこに来ちまったなあ、シン。驚いて目が点だよ。もうてかトーマはなんかいつも一歩後ろに下がってる感じなんだよね。ちょっとお兄さんだよねっていう感じがしますね。うん。え？驚きすぎて固まってるみたいだね。おいシン、帰ってこい。しょうがねえやつだな。龍馬界に来れたのはいいが、問題どうやって玉もを探すかだな。それならばこの私にお任せあれ。何か当てでもあるの？もちろんでウィス。この龍馬界は庭も同然、知らないことなどござあせん。何せ私この世界の大王様の側近でしたから、どこへ行ったってビップ待遇ですよ。何それ、そんなこと言ってたっけ。大王の側近ってまたうさんくさい設定が出てきたぞ。決定、設定じゃなくて事実でウィス。今でもカーパスで宮殿に入れるんですから。あ、それすごいね。そこまで言うなら証明するでウィス。今から閻魔宮殿にご案内しますよ。でもそれが本当なら何か聞けるかも。ここはわずかな可能性にかけてみようか。トーマキン、あなたもなかなかのトゲをお持ちですね。ああ。ああ。月の側近がウスタっていうのも、そうやな。五木エンマの血流れてるんじゃないか。耐え待っててくれ。絶対に助けに行くから。ええ。よかったー。なんすか？変わんないっすねー。あんたね、さてと、私が行かなきゃいけないのは、ここチャリ使えるの？あ、使えるやんけ。うわ、ちょっと待って、これちょっと。ちょっとこれは、カシャカシャタイムですね、これね。あ、S ランクへの道だ。あそこなんかすごいお宝があるんだろうな。うわ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 。いいな、来たっていう感じだわ。俺、初めてこう、都会に来た、田舎育ちですから、初めて都会に来た時、こんな風に写真撮りまくってましたね、これね。あ、あ！お前、ローディングの時に、いたやつ。え、話しかけれるかな？こんにちは。あ、ダメだ。話しかけられないけど、中に入れる。どういうこと？もうどういうことそれは。意味がわかりませんけども。あ、でかいやついる。あ、なんだなんだ。あ、ゲンマ将軍。元気？あ、日記はまだ大丈夫。この通りは車も多いし、爆走する自転車もいるから、気をつけるようが良いぞ。ああ、ゴーストサイクルが無双してました、さっき。あ、赤と青の提灯、これ。信号だ。え、これ考えた人、ちょっと、出てきてくださいよ。赤で、止まる、進む。え、ちょっとこの信号、おしゃれだな。はあ、思いつきそうで思いつかない。いいデザインですね、これね。モノマネキンもいて、うわ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 。あ、なんか肩振り回してる人いる。誰だろう。ちょっとこうやって通り過ぎる前にね、見るわけですよ。さあ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 、なんて書いてあるんだい。駅。あ、駅なの、ここ。あ、番長じゃん。久しぶり。この先の宮殿にこの妖魔界を滑る大王様がおられる。俺のような妖怪ではお会いすることも許されないが、こんな俺でもいつか大王様に使えるのが夢なんだ。ほえー。まあ、番長ゴリついてるし、ああ、手持ちが立ってるわ。お前先回りしてたんだな。何やってんだ、こんなとこで。早くモンスターボールに戻ってこいよ。なんだお前らは、なぜ人間が妖魔界にいる。なんかすごい怖そうな門番だよ。まあね、妖魔界の門番って言ったら鬼ですからね。正面突破は無理そうだな。おい、どうするんだ。大丈夫ですって、私にお任せくださいな。この目を見て、ミスパ。ミスパじゃねえや、クローニ。私ですよ、私。妖怪羊のウィスパーでウィス。あー。ほらほら。大王様の側近の。ちょっと宮殿に入れていただきたいなーって。お前なぞ知らんわ。あれー。怪しい奴め。ここを通すわけにはいかん。そんなー。やっぱ嘘じゃん。嘘でした。終了。物語終わり。ああ、そうでした。ここはずっと昔の妖魔界なんでした。
道理で話が通じないわけでうぃす。まあそんなにうまくはいかないか。これからどうしよっか。妖魔界に来られたとこまではよかったんだけどな。こうなったら聞き込みまくるしか。あれ？ってことは、ここウスタさんの出番じゃ。そこのお前たち、何が困っているのか？絶対違うわ。ウスタさんの声じゃない、これは。なんかヒーローの声がしたわ。ヒーローだったわ。あ、ヒーロー来たわ。あ、お守りなの、あんた。まあ、お守りか。ヒーローってのは、守る存在だからな。ね。かっこいい。名乗るだけでかっこいい。困ってる奴は見逃せないな。俺が力になってやるぜ。これはお守りだな。なんでフユちゃんがここに、いやもうめちゃくちゃ露骨にテンション上がってるじゃん。いいね、ケータ。それでいてくれ。そのままでいてくれ。お、もしかして七ヒロか。久しぶりだな。うん。それとウィスパー、お前も元気そうで。何よりだ。これはまさかの展開ですね。あなたもおかわりないようで。そう、こういうとこだよ。つながりがね、出てくるんですよ。過去作やってる人がテンション上がるようなつながりがね。いいですよね。七ヒロの知り合いなの？うん。妖怪全般知り合いだよ。うん。前に一緒に冒険した俺の友達なんだ。今の七ヒロの仲間か。よろしくな。てか、普通に、何？フーニャンは妖魔界をうろついてて、ここに出くわしたのかな？あ、よろしく。昔の妖魔界で知り合いに会うって、お父さんどんな少年時代を過ごしてたの？タイムトラベルです。はい。お得意の、お得意のです。ところで、フーニャンはここで何してるの？妖魔界のパトロールだ。この街の平和の秩序と守るものを、俺の役目だからな。妖魔界のパトロール。じゃあさ、タマモっていう妖怪のことを知らない？タマモだと？ああ、知ってはいるが、最近になって人間界で悪さをしているという噂だ。まさかそいつを探しているのか？うん。俺の大事な友達がタマモに連れ去られたんだ。なんだと？まさかそこまでの悪事を働くやつとは。俺はその友達、タイを助けるために、ここまで来たんだ。だからお願いフーニャン、力を貸してくれ。友達のためか。お前、いい目をしているな。わかった。俺も全力で手を貸そう。本当に、ありがとう。やっぴー！フユニャンのいい笑顔。目つぶってキュッてなってこれ、かわいいね。タマモがこの妖怪に逃げたのなら、さすがに言い直すか。さすがに言い直すか。ちょっとここまで甘神をちょっと無視しまくってきたけど、さすがに言い直すわ。だって、タマモがこの妖怪に逃げたって意味わかんねえもん。うん。タマモがこの妖魔界に逃げたんなら、逆に好都合だ。奴のことを知っている妖怪は、多いからな。俺な、喋ってて気づいた。あ行の単語が、2回出てくるの、苦手だわ。めっちゃ言いづらい。うん。だからこそ思ったんだけど、七ヒロって名前、なんでそれにしたの？おい、七ヒロ、言いづらいって。そいつらから話が聞ければきっとたどり着ける。まずは、タマモを知る妖怪たちを探すぞ。よし、お得意の聞き込みだな。ね、やっていきましょうかね。キヨウスケ。なにこれ？チョップ？あ、なにお札系かこれ。キヨウスケ。奇抜な容器で助けるってこと？あ、なにコンビニや。大玉爆弾おにぎり。うまそう。今ちょっと腹減ってんだよ。うまそうだね。あんたこれ、これ。ロイヤルジェラートは持ってますね。妖魔界売ってんだ。過去の妖魔界だよ、ここ。高っ。女王様のように上品な甘みを持つメロン。少し小ぶりだが旨味が凝縮されている。高っ。お、妖魔界を走る車だ。ちょっと近くで見させてくれよ。これ。なんやら、生かしたスタイルじゃない。これ、止まりなさいよ、そこのあなた。はい。検問しますよ。検問という名のね、ボディをね、眺めるって。なんか、鯉のぼりみたいだな。鯉のぼりだな。あ、鯉のぼりだわ。あ、すご。あ、このデザインすっきゃな、これ。で、タイヤを目に見立てて、これね。この白いな、最初見たとき、これなんか、この、車なんか焦ってんのかなと思ったんですよ。この白い3本のね。あ、鯉のぼりか。おしゃれやん、これ。わ、ふみちゃん専用、来たな。守り76か。うん。いや、でもダントツで高えな。
え？てか、なんでふみちゃん専用の売ってんだよ。まずよ。あれかな、現代から仕入れたんかな。はっはー、やっぱでもまあ、あれっすね。人間は金かかるっちゅうことですわ。買います。専用装備。いや、お買い上げしちゃったよー、これ。いいわ、いいわ。ボリだろ、これ実質。これ。だって、言ってもリボンだぞ、これ。だって、これ。そこの蝶々結び引っ張ったらただの線だぞ、これ。9000円？ああ、やっぱ、返そうかな。返品聞く、ここ。あ、紛れてる。あ、地味に見えた。ええ。ありがてえ。大経験値玉。あ、ここは？あ、あうん、つう。なんだ、ここ。てか、漢字一文字の主張激しいな。そんなデカデカ線でも読めるね。あ、ここ、鬼に金棒っていう名前なんだ。なるほどね。だこれ売り、この金棒多分売り物じゃなくて、そういう柱だな、これな。うん。建物を支えるための。いや、ちげえな。普通に自立してんな。あ、てかこれ、デザインよく見たらこれ、ベロで刀を持ってるな、これ。はっはー。なかなかいかついですね。え、怖っ。ちょ、待ってくれ。高い入り口、あ、地下だったわ。めっちゃ怖かった、今。高い入り口？妖怪の、さらにその先の死の世界があるのかと思ってね。今めちゃくちゃ怖かったけど、視界でしたね。闇キュービーさん、こんにちは。洗練された静寂は、私という存在を再認識させ、己の根源を見つめ直すことができる。ああ。噛んだからダサさが光ったな。どんまい闇キュービー。責任転嫁し、おお高い衝動してる奴がいる、誓いで。おいおい、さっきから向こうにいるマブイ子が見つめてくるじゃねえか。どうやら俺のイカスオーラに目が離せないみたいな、誰だっつってんだ、雪女じゃねえか。もうこっから始まってたんかい。お前将来、この子の進化系のファンクラブ入ることになるよ。なんだこれ、飽きない中、うわ、うわ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 。楽しそうじゃん。あ、ラーメンね。洋麺ね。はい。長男の豚骨寸胴丸。豚骨系の注文を私に任せる。あ、頼ますわ。何を売ってくれてるんですよ。地獄のサブローラーメン。900円。お得じゃない？かなり。え、ずんどう丸いいね。ちょっと、いい、ちょうど食べたくなる値段設定と見た目のバランスが完璧じゃない？これ。ああ、また来てくれようなじゃなくて、また来てくれるようななんだ。来ちゃうかも。ずんどう丸、商売うまいね。味噌系？こっち何これ？同じかい？何ここ？ちょ待って。え？あ！スナック雪女だ。え、元祖スナック雪女こんな感じなんだ。いいなこれ。こんにちはーっつっても、あ！雪女ー。すみません。ちょっと聞きたいことがあるんですが。あら、珍しいお客さんでどうしたのかしら。ある妖怪の情報を集めてまして、ああ、自然とクエストにたどり着いた。たまも？それなら知ってるわよ。本当ですか？話を聞いてもいいですか？話してあげたいんだけどね。今ちょっとお店が大変なのよ。お客さんたちがなかなか帰ってくれなくてね。お店の準備ができないの。もし、お客さんを返す手伝いをしてくれたら、話してあげられるけど、力を貸してくれないかしら。え、やるやる。あ、雪かけピンをくれんの？なんで帰んねえんだ、おい。え、これ。あ、失恋しちゃった？うん。地味だからって？うん。今は、この店で傷ついた心を癒してるんです。帰ってほしいっていうなら、愛情を感じるような食べ物くれませんか？愛情。おむすび、愛情天むすか。はいはい。本当にくれるの？ありがとう。地味に帰るよ。わわわわわ。おい。なんかバトルとかじゃないんだ。もう戦う気満々だったけどね、俺ね。あ、ヌペホフホフいるやん。こんな可愛い声なの？ヌペ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 。あ、わかるわかる。ヌペ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 。いや、何言ってんの？は？あ、何言ってんの、お前。ダメでした。やっぱこの店は最高でちゅねー。俺ちゃま、今日からここに住むでちゅ。
え、帰ってほしい。ママが言ってたでちゅか。そ、そんな。わかったでちゅ。その代わり、締めのフルーツ牛乳を渡せと。はぁ、なんかある？何？何渡すの？え、普通にフルーツ牛乳じゃん。え、いいの？あ、帰ったわ。ちょろいな。一番何もなく帰ったぞ、人面犬。こいつだよ、問題は。ねえ。ぬぺぬぺぬぺ。ぬぺ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 。ちょっと楽しそうに。ぬぺぬぺ。ぬほ。ああ、うん。読み取れ。読み取れ。楽しそうに喋れ。これだろ、音符付きのぬ。ぬべぬべぬべべー。どれだ？どれだ音符付きは？むっつ。んー、ぬぽぽは下ネタだし。あ、これパピープペか。あ、ぬべぬべだ。オッケーオッケー。ぬ、ぬべぬべぬべ、ぬべぬべー。ぬべぬべー。バトルかーい。バクー。あ、バクーした瞬間に、クローンに交代して殴ると、試合が終了するよー。帰ったわ、みんな。みんな帰ってくれたわね。手伝ってくれてありがとう。このお店を気に入ってくれてるのは嬉しいけど、好かれすぎるのも困りものよね。じゃあママさん、タマモについての情報を教えてください。スルーすなよ。そうですね、そうですねぐらいないのか。どんだけ切羽詰まってんだ。そう焦らないの。果てなくてもちゃんと教えてあげるわ。それをも包む優しい声がけ。人の魂を奪う妖怪タマモ、彼女、実はね。え？あれ、魂取られた？あ、ちゃうか。ああ見えて意外と、グルメなのよ。なんだって？え、グルメって、聞いたことはない？グルメっていうのは食にうるさいって意味よ。そうなんだけどさ、それはそうとして、魂を食らう、もう食ったの？そうか、そういうこと？いや、グルメの意味は知ってますけど、情報ってたったそれだけですか？あら、結構役に立つ情報だと思うわよ。特にこの妖魔界ではね。それって、どういう。さて、おかげで営業が再開できるわ。早く準備しないと。そういえば、ここって何のお店なんですか？やっぱり、お酒とか？え、お酒なんて置いてないわよ。お店の名前、思い出してみなさいな。スナック雪女。スナック雪女。名前の通り、スナック菓子専門店よ。スナックってそっちのスナック？じゃあ、あのお客さんたち、スナック菓子でテンション上がってただけなんだ。うちの店はいいスナック揃えてるから、テンションも上がっちゃうみたい。あんたたちもこれからごひいきにね。健全。めっちゃ健全。全年齢対象ゲームだ、さすが。